ストライクショット。こんにちは、エクスフラグの中村さん、あばちゃんとベビーカキです。はい、おじだおでん、じゃーん、皆さんお待ちかね、ラスロットラスロテックス女子が使ってみたー。イエイ、今日は服を合わせてきたよ。ほんまや、ほんまや、すげえ。というわけで、はい、重心化いたしましたね。重心化いたしました。じゃあランスロットから使っていこうと思います。使っていきましょう。はい、はい、こちらバイーン、お願いします。アンチダメージオール、アンチワープ、うん、そしてスパークバレットという条コンボに、はい、ホーミングが付属ついております。ですね。はい、状況貫通ホーミングかなですかね。よいしょ。爆発の誘発でスパークバレット出てましたね。バンバン出てましたね。いいですね。では、友情コンボ出していきたいと思います。はい、お願いします。よいしょ。お、あ、スパークバレットの友情で、うん、ヒーリングウォールが展開されましたね。反撃モードもね、差しやすいですよね。うん、結構画面内、どこでも行けるって感じがするので、スパークバレットは。そうですよね。よきよき。ヒット数もかなり。はい、じゃあストライクショット、はい、4ターンで打てます。貫通タイプになり敵を貫くバンド、あ、ブロックを無効化する。新 SS です。新 SS だ。とりあえず4ターンで打てるってことはですよ、うんうん、ここの魔法陣がもうね、ほぼ無効化されるんじゃないでしょうか。湖の乙女よ、アロンダイトに聖なる力。そうだね、そうですね。 SS 打つと無効化されるというか、あのマーチ魔法陣かからないんで。そうですね、マーチ魔法陣になるな。そうですね、魔法陣が無効化されるそうだ。しかもね、アンチワークもついてて。確かに、うん、そうだ、すごいね。アンチブロックもあるってことだもんね。そうですね、この SS の効果としては。でも4個のアンチ、そう、アンチダメージオールもあるんで、すごー。はい、はい、じゃあまたストライクショット行きましょうか。行きますよ。お願いします。旅行で綺麗に行ったらどのぐらいダメージ出るのか。なんでね、湖の乙女よ、アロンダイトに聖なる力を。54万ぐらい行きましたね。行きますね、行きますね。4ターンで4ターンで54万確実に出したけど、まあいいですよね、うんうんうん、十分なダメージ。うん、ここでシャッシャッってやり続けたことがいいと思います。はい、ストライクショット、はい、こちら、うん、20ターンの方が決まりましたので、はい、やってみましょう。したいと思います。それでは貫通になるのでね、うん、スキルを引っ張りながらちょっとザクザクといきたいな。そうですね、暴れ回る感じでいきます。よいしょ。湖の乙女よ、アロンダイトに聖なる力を。あ、結構スピードすごい、すごいある。え、おお、スキルの力もあるけど強いね。100万ぐらいは出ましたね。うん、結構走り回って引っ張れるから、うん、いいですよね、貫通になるやつも。うん、いい。はい、じゃあ、はい、ストライクショット20ターンの方行こうと思います。行きます。横貫、横貫、綺麗な横貫お願いしますよ。行きます。はい、よいしょ。湖の乙女よ、アロンダイトに聖なる力を。おー、よい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 。お、おお、150万。お、いいっすね、スピードも結構ありますね。そうですね、なんか貫通タイプになるやつって結構減速するイメージありましたけど、うんうんうん、いいですよ、ね、うん、しかも光属性の敵なんで、うん、もしね、火の敵とかになったらもっと出る。確かに、はい、スキルを引っ張ったりしてもいいし、うん、まあ、プラズマかな、引っ張ってもいいし、自分でアップに行ってもいいと、はい、そんな SS でございました。はい、では続いてステータス見ていきましょう。見ていきましょう。はい、というわけでステータスはこちらでございます。こちらになります。はい、はい、ただいま行きましたクエストは、はい、イザナギゼロでございましたが、イザナギゼロです。他に行けそうなクエストありますか。行けそうなクエストは、アンチワープがあるので、うんうん、アバロンには行けるんじゃないかなと。前はでもね、行けましたけども、うん、これ今回もいけるいけると思います、ね、SS も結構多分威力が出るのでいいんじゃないかなと思います。そっかそっか。はい、他は、他はあとアシュラにもいけるんじゃないですかね。あの、アンチダメージボールと対応ですし、 SS が、そうなんですよ、 SS が今回ちょっと見せれてないんですけど、うん、ブロックを無効化にするので、うんうんうん、その辺とかもうまく活用すれば確かに、うん、いいんじゃないかなと思います。
そういう感じで使うんですね。そういう感じで使うのがいいと思いますね。あとは、あとは究極の方でのクエストでいくと、アンチダメージウォール、アンチワープで進行表とかもいけるんじゃないかなと。スパークバレットがね、うん、あのサソリのザホコとかがいるので、うんうん、確かにいいんじゃないかなと思います。なるほど、はい、はい、というようなことでございます。ではポイント、はい、ポイントはこちら、じゃーん、新 SS 貫通化、そしてアンチブロックというね。そうですね、新しいですよね、うん、新しいです。まだまだ輝くステージが今後増えていきそうな気はしますけども、うん、ですね。ブロックに阻まれてなかなか当てにいけないみたいなシーンとかあると思うんで、そうですね、あのブロックの奥にハートがあるのにみたいなのもあるかもしれないですね。そういう感じで使ってもいいですよね。そうですね、うん、実質アンチ魔法陣みたいなもんでもあるっていう話ですから、結構アビリティ面も充実してますよね。ですね、はい、はい、というようなランスロットでございました、はい、続いてはランスロット X、はい、いきましょう、見ましょう、はい、はい、見ていきましょう。お願いします。じゃん、アンチ重力バリア、うん、ゲージで回復、おそして闇属性キラー、すげえつきましたよ。そして友情コンボは、はい、ロックオン、ワンウェイレーザー EL にエナジーサークル M がついております。そうそう、ガチ強になりましたね。ガチ強ですね、これは。ちょっと反射スタートあれなんですけど、うん、これはもう、うまいことやってください。ちょっとうまいこと、いけへんわあれじゃ、できる限り。あ、でもキラーが乗ってますね。乗ってますね。村山さんもしっかり倒しやすく乗ります、うん、素晴らしいね。はい、はい、ではエナサ M の力を見てみたいと思いますよ、うん、ですね、いきます。よいしょ、おーすごい、え、結構削れますね。削り切れますね、強い。ただね、レーザーバリアが、ね、ここあるので、うん、でもエナサがあるからなんとかしのげると。確かにいう感じですね。いいですね、いいですね。えい、回復でございます。おお、素晴らしい。そしてキラーが結構いいっすね。いいですね、うん、右上の村本さんも死んじゃいましたね。ですね、キラーが乗る、闇属性キラー切る強いな強いね。まあ、ウリエルのね、うん、あの攻撃力アップも付与されてましたけど、そうかそうか、それでもかなりキラーは埋まりますね。強し、はい、ではストライクショット、はい、行こうと思います。お願いします。ボイーン、貫通タイプで敵を貫くダメージオールはバリアワープ、地雷が無効、おお、進化ガブリエルと一緒。しかもちょっとね、ミスでダメージオールが出ちゃったんでお願いします。ここはこんな感じかな。主に染めこうと我が騎士道を貫くのみ。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。村正に当たっても221万出てます、うん、減速してもなんでもっといけたり、普通にただシャキシャキするだけでもいけたし、まあ、ダメージオール出ててもこの日動けるっていうのが素晴らしいです、ね、素晴らしいです。はい、すごく楽というようなストライクショットでございました、はい、レタス見ていきましょう。行きましょう。ペタスはこちらでございます。こちらでございます。はい、ただいま、はい、ヨミに、ヨミ様に行かせていただきたいでございますが、はい、行きました。いや、キラー良かったっすね、闇属性キラー。闇属性キラーがいいですね。で、エナサ M も光属性なので、うん、はいはいはい、闇の敵にいいんだろうなというような感じでしたね。うん、はい。で、他に行けそうなクエスト、先ほど爆絶行きましたけど、うん、超絶とかだったら、うん、アンチ重力バリアと闇属性キラーで、うん、つくよみとか。めっちゃ良さそうですね。つくよみにはいいと思います。しかも回復もついてるんで、うんうんうん、かなり回復なしなんでね、うんうんうん、かなりいいと思います。確かに、まあ、ワンウェイレーザー EL とかはね、ちょっとレザーバリがあるんで、うん、ちょっと無理ですけども、はい、でもまあ、エナサも十分強いですから。エナサは十分強かったです ね、 いいですね、うん、他は、他は覇者の塔だったら40回、うん、40回、はい、おー、うん、あ、そっかそっか、そうですね、バベールが、バベールが闇属性だから闇属性なんでね、はいはいはい、あと重力バリアとかもあるんですね、うん、そこでちょうどいいんじゃないかなと思いますね。なるほど、はいはい、あとは、あとは重力バリアと、まあ結構回復アビリティが有効なところで言えばポルターガイストとかも、うん、あ、まあ貴属性でね、はい、ワンウェイレーザーがぶっ刺さるということでございます、はい、はい、ではポイント、ポイントはこちら、じゃーん、でーん、強力な友情コンボ、そして闇属性キラー、そして SS も強力、いや、もう全部やーん
いや本当強くなりましたね。本当に強いと思います。でしまってる。あずるい。いや珍しくね、ちょっとレッドスターズアトスネラで引きすぎて持ってるっていう。本当にでも回復とかもあるんでね、うん、かなり攻守に優れた。そうですね、キラーもついてというところで、うん、かなりいいんじゃないでしょうか。はい、はい、というわけで以上以上。じゃーん、ランスロット、ランスロット X 使ってみました。はい、受信家ぜひ、はい、ぜひお楽しみにお楽しみにしてください。ではバイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は登録をお願いいたします。次はどっちの動画に行く？